おはようございます。ということで、筋トレ6日目ですね。で、ちょっと朝食を作りましょう。これがあったので、食べます。豆乳とかヨーグルトとか、それか体にいいそう。いただきましょう。朝はやっぱ卵食べなきゃね。目の前にうどんがあったので、これ食べます。そして、肉じゃが。炭水化物多いな。昨日のおにぎり粘り気がなければ甘い。ああ、猫の毛もう。で、ヨーグルト。プリンとアイスの間。今回のお昼ご飯がこちらです。どん。自分の動画を見て編集してたら卵かけご飯が出てきたんで、また食べたくなって、卵かけを、まあ、タンパク質中心に食べるけど、鶏肉だけじゃなくいろんなものを食べていこうと。入ってきてますので、そういった無理なね、強度の高いのいきなりやる人もいるので気をつけてください。トップトップが分かる。内臓脂肪と皮下脂肪を取らないと内側の筋肉が見えないんですって。もし仮に筋肉あったとしても脂肪で見えない。食事とトレーニング、この2つでかなり時間取られるんですよ、うん、ご飯を作るも含めてだね。ご飯作る、食べる、トレーニングする、この3つで結構1日終わっちゃう。ちょ、食後に運動します。1時間ぐらい散歩とランニングしようかなと、まあ、考えることもあるし、あとちょっと有酸素運動ですね。それプラス筋トレを毎日できるような習慣にしたいなと思ってね。もうあと1時間ぐらいで暗くなると思うんだけど、なんか外でやることとか決めといた方がいいのかもしれないですね、うん、誰かと会うとか、何かをするとか、撮影するとかさ、そういうなんかきっかけがあった方がいいなと思いますけど、さっき食べたばっかりだからハードに動くと危ないかなと思ったんだけど、なんかいけそうだね、軽くランニングなら。歩くよりは走った方が体内脂肪燃焼。めっちゃね、この胸が揺れるんだよね。今までこういう揺れたことなかったんだけど、うん、これ脂肪がついてきてるってことでね、筋肉かもしれないけど、太ったこともなかった。もういちいち揺れるのうざいよな、これ。女性とかそうなのかもしれない。この時間帯走ってる人ちょっと元気もらえますね。走り仲間がいる。あの看板のとこまで行こう。もう戻ります。やっぱ走るってきついな。ちょっとなら気持ちいいぐらいだけど、やっぱしっかり走るってきついね。外で腕立てとかやったら楽しいかも。最後走ります。痩せた。いや、部活が一番だな。運動はただランニングは結構楽しくないや。こちらにですね、筋トレや食事法に関する本が届きましたんで、今回は開封動画といきたいと思います。で、の前に昨日届いた本先に紹介しましょう。1冊目はこちらだね。筋トレ最強の食べ方。これテストステロンさんのね、本ですね。有名な本です。ただこれね、中身がこんな感じで、すごく読みやすい太字なんですね。なのでこれさらっと読みそうです。そう、食べ方気になるんだよね。やっぱり健康な食べ方だったら、まあ、3食和食みたいなこうね、バランスのいい食事すればいいけど、こう筋トレする人ならではのこう、なんだろう、特殊な食べ方っていうのがあるはずなんですよ。それを勉強しようと。はい、お次、科学的に正しい人生を変える筋トレ。これベストボディジャパン代表理事会長兼 CEO の谷口さんという方らしいです。どういう本なんだろう。まあいろいろね、こう筋トレは科学的にこうした方がいいよっていうのは載ってるんだけど、まあいろんな人が言ってるんでね、そしてさまざまな方法だったり、まあその人それぞれ合う合わないあるので、いろんな人の意見をまず聞いて、
自分なりにそれらを組み合わせて作っていこうかなと思ってます。はい、3つ目が筋肉の使い方、鍛え方、パーフェクト辞典。そう、これ筋肉図鑑かと思ったら、これね、いろいろこんな感じで軽く見せますと、筋肉の部位の説明であったり、筋トレのメニューというか、この筋肉を鍛えるならこういうトレーニングがいいよっていうのが図でカラーで、ね、分かりやすく書いてあります。本当は計17冊買ってるんだけど、その中でも昨日と今日届いた本ですね、だから10冊ぐらいあるのかな。はい、こちら岡田隆さんの筋肉革命。この方はなんか様々なメディアで出てますよね。日大の准教授です。僕好きだったんですよ、この方。よく見るなと思って、この方の本いくつかあるんだけど、中でも2つぐらい買いました。最近の本ではあるんだけど、教授なんでね、正しい知識がたくさん載ってると思います。食事は人生を変える、肝栄菌、誰ですかね、わかんないけど、体の作り方ですね、勉強になりそうです。筋トレ以前の筋肉の常識、筋トレをするのはいいんだけど、やっぱその一歩間違えると逆に体を壊しかねないので、まず筋トレをする前に押さえておきたい基礎的な部分、これやっちゃいけないよ、これはやった方がいいよとか、そういうのをなんか勉強しといた方がいいなと思いましたね。後からもっと効率いい方法あったじゃんとか思うと、こうなんだ、もったいないことになるのでね。科学的に正しい筋トレ、こちらの本は筋トレの中でも結構有名な本らしいですね。まあいろんな研究から導き出されたトレーニング法とか、食事のなんだ成分とか、そういうのを科学的に紹介されてますね。はい、安い時はちょっと買う、みたいな感じします。まず一つ目、最高の体調、これは有名ですよね。DAIGO さんの右腕、鈴木優さんの科学的な、なんだろう、体調コントロールの仕方か、ストレスから食事、あと運動とか、そこら辺が書いてありますね。これは筋トレというより健康本って感じですね。世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事、この科学的な食事法です。これもね、食事法の中でも結構信憑性の高い本らしいです。きちんとわかる栄養学、これ意外と高かった。もうなんか学校の教科書みたいでしょ。そうなんですよ、これね、読みやすそう、カラフルで、栄養一つ一つの成分が書いてあるんだね。タンパク質とはこういうものだとか、なんかビタミン E とはこういうものだとか、アミノ酸ってこういうのだよとか、まあ栄養学の本です、これアスリートとかこういうの勉強してるんだと思うんだけど、やっぱね、筋トレする人にとっても食事の成分とか栄養分って勉強した方がいいなと思います。お次、筋トレの食事術、こちらムック本なんですけど、なんかいろいろね、ネット見たらいい本らしいんだけど、まあどうだろうな、これは別に買わなくてもよかったかもしれない。なんかいろんな食事メニューが書かれてる本ですね。筋トレの食事メニュー、ちらっと見せる、こんな感じで、タンパク質を取れるよっていうメニューが、あ、でも参考になるな。ただ鶏肉をそのままだとかなりきついんで、美味しくないし、続けるの大変なんで、確かにこれ料理もうまくなるかもしれない。あ、やばい、抜けてしまった。あ、内側抜けてしまった。なんかビニールがくっついて。最後が不老長寿メソッド。この鈴木優さんの本ですね。最近のかな。いろんな論文ベースで紹介されてるんじゃない。はい。計12冊届きました。本当は17冊なんだけど、あと5冊はまた明日とか明後日とかに来ると思います。ということで、この調子で筋トレも知識として勉強して、そして肉体としても身につけて、より効率のいい僕なりのね、筋トレ法、そして肉体作りやっていきたいと思います。食事術もね、サムネイル、この後筋トレするんで少しお腹空いてて、バナナとヨーグルト食べます。だから空腹の状態で筋トレはきついから、で、筋肉くんがね、筋トレする前の食事どういうものがいいのかっていうのを紹介してて、直前にもう食べるってなったらこういう軽食、消化吸収が早いもの、まあ普通の昼食の後筋トレするんだったら 2,3 時間後とかの方がいい、筋トレするわ、じゃないと食べてから速攻ハードな運動するとね、まだ消化しきってないから、すごく気持ち悪くなっちゃうということなんですよ。
方ね、筋トレは朝一にやろうかなってちょっと、まあいろいろ試しながらですけど、うん、新しい習慣を身につけるのにやっぱ一番いいのは朝一なんだよね。一番こう意志力高くてエネルギーも高くて時間もあってっていう、一番こう重いじゃないですか新しいものって。だからそういうものを一番最初に持ってきちゃう。だから朝食食べたらもうすぐ筋トレ入っちゃうとかの方がいいかもしれない。よし、14回できた。よし、14回新記録。1日1回増えたらすごいな。音楽かけたい。いや、きつい。太ももにも来るな、これ。あ、僕、あんなぞ全然負荷かかんないぞ。股関節だよ、これ。いって肘をつくと腰への負担を減らせる。そ、腰、なんか反れたらこうやって反っちゃうと腰痛くなるから、そうさせないように肘がある。ただこれだと真ん中あたりが効くんだよね。もうちょい下を効かせて。これが一番効くな、下っ腹は。ただ腰にもちょっと負担がある。地味に来る。あ、でも余裕になった。なんでだ。これが一番効くな。雑巾をかけちゃう。
あ、腕立てやりたくない。腕立てが一番嫌い。もうさっさとやって楽になろう。腕立てやりたくない。滑るなよマジ。あ、くそ、最後は開ける。本日の夕食はこちらです。少なってね、まあ、今すごいお腹空いてるんだけど、まあ、ヘルシーに、唐揚げがあったんだけど、唐揚げとかそういう油物は僕の中で禁止にしてるんで、餃子はギリ OK にしということで。そしてここにチョコアイスがある。お前本当に筋肉つける気あんのかっていう。お前そんな糖質取ってる場合じゃないだろうっていう。でもあったんだもん、食いたくなっちゃうよ、しょうがないじゃん。とりあえずいただきます。キャベツが好き。体重がね、今68キロぐらい、減ってないんじゃない。運動量が足りない。で、食事は油物とか、そういうの減らしたんですよ、明らかに。過剰摂取してだから。増えなくなった分、減りもしないんだよね。今、健康に保ってる。健康状態、健康でもないけど。唯一のタンパク質これだ。卵、餃子にちょっと入ってるよ。アイス溶けちゃうから先に食べて。ああ、溶けてる溶けてる。今日多分、いやもう甘党だからさ、ケーキとかそういうのいっぱい食べちゃう。今日ヨーグルトで甘いもの2つ食べて、でこれ食べて、で気づいたのが、やっぱこう筋トレをたくさんするにはもうジムに住むことが一番だと。あとまあ筋トレ仲間がいたり、なおさらなんだけど、まあその一人で最大限筋トレをする行動量を増やすにはもうジムに住む。それができないなら部屋にそういう器具をいっぱい置いとくっていう。しかも目に見える場所に。今ね、机に置いといたんですよ。今まではこう地面に置いといて、なんか目に入んなかったんだけど、こう置いとくとさ、なんか本読もうついでにちょっとこうやってすぐできるじゃないですか、筋トレが。ってな感じで、重量上げとか、腹筋のなんか機械とか、そういうの置いとく。なんかポイントが、物で置いとくっていうこと。で、本とかもね、まあ、目の前にこういう本があるから、こう、ご飯食べてる時でも、読みたいな、読もうかなって思わせるんだよ。行動を促すっていうか。ジム行ったらいっぱい器具があるじゃん。で、試してみたくなるじゃん。そんな感じで、まあ、テンション上がるような器具を部屋に、いくつか用意しておくだけでもすごい筋力つくなと思う。しかも楽しく、ちょっとなんかこう一休みがてらなんか重量上げるかぐらいにできるようになると思う。そしたらさ、意志力とかもう関係ないじゃん。 YouTube 見ながら、テレビ見ながらでもこうやって筋トレできるんだから。アイス食べながらアイス食べながら筋トレどういうことって。逆のことして。こんな感じでした。初めて測ったな、体脂肪とか。筋肉量51kg、これは何、内臓脂肪8。本当に測れてるのかこれ。標準だって。ゲスト、基礎代謝、体内年齢23歳、体重68.4。これ合ってる。標準だって。あ、でもギリ標準なんだ。肥満になりそうな。体内脂肪119.9。おお、体内脂肪を見た方がいいな。19.9、約 20% ってことだ。筋肉量50kg。 20kg がだいたい脂肪ぐらいってことか。内臓脂肪8。内臓脂肪結構あるって言われたんだよな。怪しいな、これ古いからな。まあでも一応 BMI ってなんだろう、インターネット。
録しとこう。さっきお風呂入って自分の姿見を見た時に、なんかね、こう気のせいかもしれないけど、ここら辺がまあ今日結構使ったんで筋肉痛が若干あるんですよ、ほんの少し、ね、だからかくっきりまではいかないけど、ちょっとだけなんかくぼみみたいになってきてて、あれその上ですね、ここに多分筋肉はないと思うんだけど、ここにこうシックスパックみたいな、そのチョコレートみたいな一部があれあったっけと思ってね、ちょっとだけくぼみができてる気がしましたのと、二の腕も、まあ、今までね全然使ってなかったから、こう3日4日毎日使ってればさ、そりゃ多少モリッとしてる気がするだけどこれが楽しくなるんだなと思いましたよ。今力入れてる状態なんですよ。クッて力入れると、まあもともと痩せ気味だからか、ここら辺は。ただね、下っ腹がね変化が見られないですねこれランニングと、まあその下を鍛える筋トレでやるかなと思うんだけど、でもほんの少し 0.1 ミリだけなんか変化してる気がする。だからさ、その小さな変化を楽しむことで、なんか筋トレを好きになっていきそうな気がします。特に初心者というか、僕みたいに最初に始めたばかりの人っていうのはすごい実感しやすいというか、体に現れやすいんじゃないかなと思うんですね。だって普段使ってない筋肉を使うだけで筋肉痛になってさ、こう張りが出てちょっと変化が現れるわけだから、完全に誰かみたいにさ高身長になったりとか、がたい大きくなったりとかっていうのはなれないかもしれないけど、今の自分よりは 0.1 ミリ自分の体を好きになれる、こういう感覚なんだなって思った。女性が美容に時間とかお金をかけるのって、自分の体見るのも好きになってきたし。それではおやすみなさい、また明日。